の力借りると無理だけど。はい、どうもこんばんは。はい、なんやこのなんか出鼻くじかれるその直前トーク。ごめんなさい。いや、いいんですけどね。さあ、8月18日の木曜日、午後10時を回りました。はい、皆さんいかがお過ごしですか。はい、ザ・キソさん中アワー、今日も生放送でお届けいたします。はい、お送りしますのは私、キソさん中と、塩田忠美師匠、そして青井です。はい、よろしくお願いします。いいですね。今日役中はね、浴衣でちょっとこうお盆的なニュアンスでしたけども、はい、急にどうしたんですか。何がですか。普通いつも通りですよ。ね、うん、それこそフラッシュダンスを彷彿とさせるような。ああ、なるほどね。もうもっといいんだよ。もっと引っ張っ、もっと伸ばさないとダメなんだよ。うん、って。そう、絶対どっちか肩出てるじゃない、フラッシュダンスって。そうそうね、こう感じ、うん、シンメトリーな感じで、うん、そう。なるほど。昔、モトリークルーもこういう感じの服着てましたよ。ことごとく伝わってないですね、私は。あ、そうなんですか。モトリークルーこういう服着てました、昔ね。あ、なるほど、ね。いい意味で、いい意味で言ってますけどね。でもまた、会うたんび、ほんと、見るたび黒くなって、どんどん黒くなって。そうなんですよ。なんで、シャネルズに入りたいの。いや、だから、じゃあここで流れでシャネルズ伝わらんやろ、これ。全然わかんなかった。募集してないよ、今は。シャネルズね、もう終わっとるから、もう。ラッツ&スターでもないし、シャネルズでもないわ、もう。いや、ほう、びっくりした、今自分で画面見て。黒いっすね。いや、黒いよ、マジで。いや、裸で葬式行っても誰も文句言わない。いや、悲しいですよ。なんですか、それ。どういうことやね、それ。おる場所によるやろ。バレますわ。すごいな、でも、はい、オセロやったらお前黒やで。あ、そうですよ、黒くなんなくちゃ。俺も黒やし。あ、そうなの。このモニターで見たらほんま。でもね、これカメラなんか変じゃない。いや、そうなんですよ。これもだからシステムダウンしてから、この間の修理で、まだちょっと新しいシステムができてないらしいんですよ。なんで急増のカメラなんで、若干ちょっと映像もいつもほどではない感じなのかなっていうところですね。はい、近い。そう、近いですよ。先週は遠かったんで。そう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 、なんか隠し撮りされてるような気持ちでやってます。そうですよね。今日はちゃんとこう整体でって感じですけどね。はい、まあまあ、ということで、なんか今日も天気荒れたりとかね、大変な一日でした。そうですよ、雨降ったら来ない人じゃなくてよかったよ。いや、ほんまやわ、もう今日は良かった、奇数週で。いや、今日完成しても、でもあれじゃボディーボードで帰るの。あ、そうそう、波乗って帰ります。好きなんでしょ。好きですね。そうやな。そうそうそう。まあね、うん、ということで、もう今日もね、はい、22時50分まで、お届けしてまいります。さあ、ということで、メールアドレスを紹介しておきましょうか。はい、はい、お願いします。はい、では、参ります。メールアドレスはですね、はい、senju@cwave.jp、senju@cwave.jp までじゃんじゃん送ってください。はい、お願いします。ます、いいですね、じゃんじゃんというちょっと昭和テイストね。ここでここねっていう、ここです、テロップのここです。チーマーみたいだな。いや、チーマーのこうじゃないですよ、ね。チーマーがわかんない。うわ、ほんま。本当です。うわぁ、これはまずいことなってきたわ、ほんま。何にも分かっ、何、今まで何も全部通じてないじゃん。いや、そうや。チャネルズから、チーマー、チャネルズも。俺らの会話、たわごとや思って聞いてない。たわごと？いや、もうなんか、何を言うとんねや、この人ら、みたいな。全然分かんなかったです、最初。あ、今日の前半なんか特にだよね。いや、もっとだからダメだよ。もっと分かりやすいところ行かないと。いやいや、なんで俺らが合わせなきゃならない。お前が合わせろよ、この野郎。わかる、なんでだよ。なんで俺が合わせなきゃなんないんだよ。なんで、何のために東京に来たんだよ、俺は。お前に合わすために東京に来たんじゃねえんだよ。いや、ていうか、バカ野郎、てめえが何のために東京来たかは知らねえよ、それは。そんなもん、八つ当たりじゃねえかよ。いや、言うて今、平成ですよ、時代は。私、平成生まれですもん。そんな昭和のこと言われても伝わんないですよ。うわー、困った話やで。なんで、その、過去、いや、ちょっと論破されてるよ。分かりました、今。振り返れよ、ちゃんと。歴史の教科書見ろよ、ちゃんと。歴史に載ってませんもん、だって、そのシャネルズ。いやいや、これ全部正論で返されてる。シャネルズは載ってない。いや、ほんまにそうや。教科書に載せられへん事情もあるからな、シャネルズの場合はな。そうそうそう。いろいろあったんや、昔。あった、あった。うん。で、それも、ラッツ&スターとか終わった後もいろいろある人が一人おったりするからな。そうそうそう。うん。それこそ。竹下通りに店あったんだぜ。そうだね。マーシーの店。うん、そうや。
か、もうマーシーは何のことか分かんないです、うん、本当に何のことか分かんないです。そうそう、なんかねえ、もうひたすらこう覗くことばっか考えて、うん、そうそうそう、落ちことばっか考えてある方になっちゃったんですけどね。はい、まあということでね、まあでもそこが面白いんじゃないか、うん、ここはね。そうですね、そのジェネレーションギャップを楽しむ番組にしていかざるを得ないですよ、ざるを得ないですね。はい、まあまあということで、まあメールもいただいてるのでちょっと紹介しておきましょうか、はい、じゃあ早速読ませていただきますね。ありがとうございます。いつも木曽さん、塩田くん、葵ちゃん、こんばんは。デニコです。おー、デニコさん、はい、ありがとうございます。いつもなんといってもスマップの解散です。もう元はジャニーさんのお姉ちゃんとスマップのチーフマネージャーとの確執から始まった話、うんうん、キムタクは事務所に残るといい、他のメンバーは辞めてマネージャーについていくと、うん、それを食い止めたけど、なぜかキムタクが裏切る者にされて、うん、あんなおつやみたいな謝罪会見までされて、うん、させて、まるでスマップが悪いみたいにさらされて、うん、スマップは被害者なのに、うん、シンゴちゃんはキムタクとやりたくないと言い張り、うん、結局解散することに。ファンとしてはすごく残念だし、スマップがかわいそうでたまらない、うん、ジャニーズ事務所に不信感を抱きます、うん、まあ5人揃っての番組はスマップスマップしかなかったけれど、うん、25周年というめでたい時に解散なんてあまりにも寂しいです、うん、ファンでもファンじゃなくてもみんなのフルネームを老若男女言えるのはスマップだけじゃないかな、うん、だから国民的アイドルなんだと思います、うん、解散してもスマップはスマップ、ずっと心に残り続けます、うん、5人で行った旅行でベストフレンドをカラオケでみんなで歌った時、中居くんが流した涙忘れない、本当に残念です。うん、はい、詳しいね。詳しいですね。でもファンとしてはっておっしゃってるの で、 そうです、ね、やっぱファンの方なんじゃないですか。でもこの方いつも違うバンドのこと熱烈に語ってる方なんですよね。何が好きなの急にそんな手のひら返してスマップの話されてもどうもちょっと涙までは出ないですよね。何でもいいんだな。いやいや、何でもいいことだよ、まあ、それだけ国民的なね、そうそうそう、ね、ということですけどね、はい、まあね、後にするか、まあ後でそう話ももちろんするからね、うん、そうします、まあ、今週ナンバーワンのニュースですわね、国内のニュースでいうと、ね、そうですね、うんうん、あれいつでした言ったの、夜中かなんか、なんかそうそうそう、だからね、スマステーションの後に言ったみたいですね、後に、うんうん、まあその話は後にしましょうか、うん、はい、お気持ちは、うん、はい、ありがとうございます。デニコさん、はい、引き続き送ってください、はいはいね、さあ続いてラジオネームプリンあつみさん、うん、塩田さん、木曽さん、葵さん、こんばんは。こんばんは。今日ラジオ日本の峰竜太のミネスタで羊羹が当たりました。嬉しいです。羊羹、なんでそんな別の番組のコミュニティの話してくれるのか。あと木曽さん、はい、先々週からマナーのないアイドルの話が出てますが、はい、他のところでもこの話が出てますね、はいはい、事務所がアイドルを育てようとする気がない限りダメですね。今週気になるニュースは、銀座線青山一丁目駅で盲導犬を連れた聴覚障害者の方の方がホームに転落、電車に轢かれて亡くなる事故がありましたね、うん、この事故でマスコミはホームドアの設置不足とかホームの構造を問題視していましたが、うん、私自身疑問に思ったのは、盲導犬を連れていた人が改札を通過した時、うん、なんで駅員が一緒についていなかったことです。一緒に駅員がついていればこんな事故は起きなかったと思います。駅員も弱者が電車に乗る時、電車に乗るまで一緒についてあげる対応をしてほしいですね、うん、弱者の人が公共の交通を利用するとき、うん、どんな気持ちで乗るか、どれだけの不安があるか、うん、ここも駅員に知ってもらいたいですね。そうですね、まあ、うん、いろいろな問題があるんでしょうけどね、まあ、かといってそれを想定して改札でスタンバイするわけにもいかないだろうし、うん、乗降客数が多い駅だとね、やっぱそこを見過ごしてしまったというところはなんか責めきれないところもあると思う、うん、でもそれ銀座線でしょ今回の。銀座線です。でね、銀座線ってね、やっぱメトロの中でも特にホームが狭いんだよね。狭い、そうだそうだ、うん、もしかしたらその実寸は分かんないけど、イメージ的にはやっぱ狭いよね、うんうん、でやっぱそれだけもちろんリスクも高いし、うん、ね、そのホームドアを設置することでもちろんそういったことは回避できるとこもあるんでしょうけど、うん、まあでもホームドアってね、すごいお金がかかるじゃないですか。うん、なんかその埼玉県もホームドア設置しようという動きが出てるみたいで、うんうん、それで知ったんですけど、すごい何千万ってかかるものなので、そう簡単にね、うん、設置しようとしてできるものじゃないじゃないですか。うんうんうん、まあ、あとはだからまあなんかやっぱ周りにいる人たちがなんかこうケアをするということが一番身近に対応できる、うんうん、そう
ところだった。誰も気づかなかった、ね、そう、ね、そこがちょっとね、どうなんだろうって思いましたけど、またスマホ見てるからでしょ、なんかね、スマホ見てるからだよ、あれ駅でさ、あのだから歩きスマホとか、まあまあようアナウンスしてるけどな、あれで、ね、だからさ、そう、警備員みたいな、歩きスマホを蹴飛ばしたいみたいな人がさ常にさ、そ対処の仕方はどう、蹴飛ばさんで、蹴飛ばす、いや 蹴ればいいんだよ、あのなんだっけ、 あのアウトみたいなやつで、あのあじゃ あのガキ使い笑ってはいけないみたいな感じで、スマホや歩きスマホやってる人、片っ端から蹴飛ばす人いればいいんだよ、そうすればやめるよみんな、蹴飛ばせばいいんだよ、いや蹴飛ばさんでも、いや本当あれ蹴飛ばしたら俺、本当よ、なんで俺が避けなきゃいけないんだと思って、避けた瞬間、ああしまったと思って、ぶつかわざと ぶつかっていこうと思って、いやまあ気持ちはわかるけどな、避けた瞬間なんで俺が避けなきゃいけないんだろうって、そうやな、てめえの好き勝手でっていうことだよな、そうそうね、でもまあ本当になんか東京だからこそ招いてしまった悲劇の部分もあるからね、これは ね、 でもそういったことはもちろんね、今後もないわけじゃないですから、うん、可能性としてはなんかこう対策はもちろん考えていかなくちゃいけないと、うん、ホームドアもなんか乗降客数が多い駅の3割程度しかまだできてないっていう話ですからね、うんうん、そんなにないですよ、そうよ、うんうん、で今まではそれなくしてそういった事業はまあ、そんなに、うん、聞かないのは聞かないよね、目立った事故ではないですね、ないと思うんでね、なんかやっぱいろいろな部分がこうやっぱその事故を招いてしまってる気はするけどね、歩きスマホもその一因かなという気がしますけど ね、ありがとうございます、杉谷つみさん、ありがとうございます、はい、さあ続いてニックネームまるまるさん、木曽さん、塩田さん、そして青井さん、こんばんは、こんばんは、青井さん、今度待望のピンキッシュ復活ライブですね、頑張ってください、ありがとうございます、さてスマップついに解散決定しましたね、1月に騒動起こった時はその後すぐ伊藤みのりの卒業発表があってそれどころじゃなくなった記憶があります、はい、今一度その報道を聞くと残念な気持ちになりますね、あ並べますそこ毎回入れてきますね、入れてきますよね、もう何にでも、ちょっともうオチに使い出してるよ ね、 ねもはやね、うん、サンドイッチにも入れんじゃないの、いやほんまやな、ピクルス代わりに糸みどり違うもん、うん、いやもうこのニュースだわ、そうね、その芸能界のその何有名無名のなんか物差しがわからんな、でもまあねさっきもありましたけども、はい、まあスマップさんのニュースは、まあ、今週国内のニュースではまあ一番芸能ではね、ということですけどもね、はい、まあまあ、後でまた改めてご紹介しましょう、はい、塩田くんメールテーマ出しときましょうか、お、あ、そうですか、はい、ちょっと前後しちゃいましたけど、なんでしょうね、じゃあこ、あ、もうオリンピックうるさいから、うん、じゃあ こんな金メダルは嫌だ、ね、何それベタなやつやな、大喜利のまるまるは嫌だって、あの結構よく聞くようなや、うん、自称放送作家みたいなやつがよく言うやつや、もう完全にたけしメモですよこれ、うん、いや、え、たけしメモ、うん、何、え、分からん、え、あ、分かる、とうとう一人ぼっちになっちゃった、たけしメモ分かります、なんで、元気が出るテレビ見てなかったですか、あ、俺あんま見てなかった、元気が出るテレビで始まったらもうなんか冒頭でたけしメモってこんななんとかは嫌だってたけしがやるじゃないですか、これでこうもうあのめくりでどんどん、うん、だからあれみんな鉄拳とかがパクってるんですよ、あれ、あ、そうなんや、こんななんとかは嫌、え、そんなも知らないで、知らなかった、え、何年やってたのお笑い、22年、なだから逆に言うとそれ知らんでも芸人できるってことを実証しましたよ、いやいやいや、え、こんななんとかは嫌だって全部あれたけしですよ、そうなんだ、そうですよ、で冒頭でいつも笑ってなかった、元気が出るテレビ見て、そもそも僕見てなかったんですよ、見てなかったの、見てた、元気が出るテレビ自体をほとんど、うん、全くではないですけど、うん、だからほらやっぱ子供の自分がこれ関西圏ですから、案外その頃にたけしさんの凄さがまだ分かってなかったかもしれない、でもでもいい年か、うん、そうですよ、元気が出るテレビってそうですよ、まあ、うん、最初の頃ちょっとあれが、うんうん、もしかしたらちょうど勉強せなあかん時期とかちょっと入ってたかもしれんね、これはそのほら勉強してた時期もあるから、いやだからもう8時から勉強してたのいや、さする時期もあったでしょうよ、そんなしてた、うん、え、そうですよ、だこんななんとかは嫌だわ、うん、そうなんですね、たけしさんですよ、鉄拳の大発明を持ってましたけど、いや違いますよ、そうなんや、ほうほうほう、
勉強不足でした、うん、はい、こんな金メダルは嫌だ、わかりました、うん、これをぜひ送ってください、ね、あの、うん、あの、うん、あ、じゃあ、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 空港で引っかかるとかね、え、メダルが、メダルが、ね、あ、メダルが、あ、メダル自体がってことか、こんな金メダルってそういうメダル、なんか違法薬物とか、うん、そうそう、うん、うん、みたいな感じに、あと、うん、あとパカって開いたら中ニベア、いやいや、あ、いやですね、ちょっとこう肩透かしも目に余るな、うん、これはな、アトリックスの方がいいでしょ、いや、そういう問題やない、金メダルでええやろ別に、うん、ニベアでもアトリックスでも、あと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 、あの武田久美子が一度あてがっている、ああ、なるほどね、あのホタテのように、そう、はい、貝のやつ、うん、そうそう、知ってる、この間テレビで見ました、ちょうど武田久美子さんが出てたんですよ、うん、お、あのね、お、全然関係ない、あ、うんうん、あ、いいのいいの、金、いや、金銀銅みたいな3つ、3つつけたり、萩野選手はできるな、それな、そう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 、そう、うん、やってほしい、うん、あの、これもう塩谷お前言うたかもしれんけど三陸鉄道ってあるじゃないですか、はいはい、あの、いわゆるアマチャンで話題になった、うん、まあ、まあ津波の被害もちょっと受けたところなんですけど、はいはい、で津波で被害を受ける前、何2年前ぐらいに僕ロケで1回行ったことがあって、うん、2回ぐらい行ってるんですけど実際で、あの 小石ヶ浜っていう駅があるんですよ、うん、でそこはもう三陸のホタテが取れる名所なんですよ、うん、で、あの駅に、まあ、ホタテをこうぶら下げて、うん、で、あの例えばカップルが、こうなんかこう2人の愛のこう言葉みたいなの書くと、うん、恋愛が成就するみたいな、うん、まあ、町おこし的なニュアンスもあるんでしょうけど、うん、でそれをこう結構書いてて、で、まあ、僕なんかもロケ行った時にそういう自分でまあ来たことをこう書いたりとか、はい、でその前に志村けんさんが書いてあったりとか、うん、ちょいちょいそのロケで来てる人がメッセージ書いてるんですよ、で、そういういろいろと何気なくずっと見てたら、昔は随分お世話になりました武田久美子って書いてあったのがかかってたんですよ、ちょっと感動せえへん、そうですね、うん、なんかあの、コータお守りちゃんと神社に返したみたいなわかる、わかる、うん、ちゃんと感謝してるんやな、ホタテにと、なるほど、いや斬新ですよね、ホタテで隠すってね、ほんまやな、ね、でもすごない、その1回のそれだけで、うん、芸能界ずっと渡り歩いてるんやで、うん、確かに、そうですね、それに便乗して安岡力也もね、ホタテマン、そう、いやいや、あれ便乗してたもんね、マジだけど、うん、でも、あ、それはすごいわ、すごいね、あそこのホタテだったんだ、いや、そうではないと思うけどそうですか、そうではないと、まあ、ホタテ全体的にお世話になりましたよっていうことだと思いますけどね、いや、すごいなぁ思ってね、だって、はい、じゃあ来週ちょっと、あ、今度次回つけてきて、いや、どんどんこう何度数高なっていかなんかみたいな、いや、それはだってね、セクシーのさんがやってくださるんじゃないですか、セクシーっておっしゃってるし、私別に自分でセクシーとは言ってないですもん、あ、そうなの、あんまり否定されましたけど、どうされます、じゃあ僕が来週ホタテつけて誰も興味ないですよ、ちょっとやめてください、いや、そんなことないって、絶対いるって、え、すげえな、ね、M1 の1回戦みたいなやつじゃん、いいね、そのなんか精度の低さね、ボケとツッコミの、うん、いいですよ、ちょっと精度低いって言われて、精度低いですよ、はい、ショックだね、冒頭がショックだね、お便りもう紹介してください、はい、はい、デニコさんからです、ありがとうございます、引き続き、これごめんなさい、読めないんですけど、ノアさんですね、はい、デニコです、いっちゃん好きなのはノアですよ、いっちゃん好きなのはってことですか、あ、いっちゃん好きなのは、はい、そういうことですね、失礼しました、うんうんうん、12日にワンマンライブへ行きましたよ、うんうん、スマップは届かないアイドル、ノアは手の届くアイドル、なるほど、あ、アイドルなんですか、ノアは、ノアアイドルなんですね、もうええおじさんなんですけどね、あ、そうなんですか、チャゲアスの2番手でしょ、北千住のチャゲアスです、十分やないですか、チャゲアスやったらば、うん、そうですね、ありがとうございます、まあね、2週ぶりですからね、それこそ2週の間どんなことしてたのかもう気になって夜も眠れないですか、あ、そうですか、そんなに気にしてくださいますか、寝れない、寝不足だよ、いやー、本当に、ね、嬉しいな、オリンピック以外でこんな寝不足にさせられると、すっごい嘘くさい、考えたら、うん、はい、でも特にどっか行ったっていうことはないんですけど、うん、まあ、お盆休みは家族と予定があったので、うん、三浦半島の方に行ってきました、え、それは何、泊まりで、泊まりで、泊まりってそれどっかホテルかなんか、いやいやいや、キャンピングカーです、キャンピングカー、キャンピングカー、キャンピングカーです、すごないっすよ、キャンピングカーって、僕いや、すごいです
ったことないですよ、近く。清水国明以来の会ってじゃないですよ、これ。いや、あえて継承略で行きますけど。ログハウスかキャンピングカーね。そうなんや。そうです。うちキャンピングトレーラーがあって、車で引っ張るやつなんですけど、それがちっちゃい頃からあるんで、キャンプ一家です。移住してんの？移住はしてない。住所ないの？あります。住民票、あります、住民票どこ？家がキャンピングカーってことじゃなくて、あ、じゃないですよ。何でそのサーカスみたいなこと言うんですか、うん、M1 3回戦みたいなツッコミいただきました、今。サーカスいいね。3回戦だから。サーカスいいね。うん。そう。でも、うちも旅行、今結婚して子供できた自分はもうよう行くんですけど、それやっぱもう逆にホテルとか泊まった経験じゃないってこと？そうなんです。だから家族でホテル泊まったことって私の記憶じゃなくって、ペンションに1回だけあるかなっていう感じで、だからあの、ピンキッシュの遠征でホテルに泊まったのが、なんかすごい新鮮でした。あーそう、はい、なんかすごいね。なんかそう聞くと羨ましいとも一概に言えない感じも。ちょっと貧しいんじゃない、貧乏なんでですか、貧乏、全部そこに金かけて。いやいや、金かかってるで。でもキャンピングカーって1000万とかするでしょ多分、うん。キャンピングカーの相場知らない。いや知らない、あんまカタログ見たことないしな。そうやな、具体的に思案することはないもんな。うん、うん、でもなんかホテルとか、まあもちろん貸し別荘とかいろいろあるけど、その良さもあるで。まあまあまあ、そうですよね。でそれピンキッシュで遠征行ったらそれ感じるでしょ。はい、はい、いやもう快適ですよ、めちゃめちゃだよね。でもやっぱ快適じゃないってこと、キャンピングカー。あ、でもそんなことはなくて、でもやっぱその空調が、暖房はあるんですけどクーラーはないんで。それはその車の仕様ってこと？あ、はい、それクーラーのある、あ、じゃなくて、あ、クーラーあるやつはあるんですかね、わかんないですけど。いやでも、あった方がいいでしょう、それ暖房あってクーラーがない理論がわからんねんけどな、ちょっと、多分それ操作の仕方知らないんじゃないの。そんなことない。もっと右にひねったらクーラーなると思うよ。いや、ならないですよ、昔からないもんだって。ホットは読めるけど、コールド読まれへんお父さんなんですよ。読めますよ。なんてこと言うんですか。いろいろ貧しいんだね。いやいやいや、いろいろ貧しい。いや、もう完全に貧乏人のひがみになってるだけだから。いや、そんな、でもキャンピングカーだってやだな。やだ、あれ怖くない？俺ホラー映画のイメージしかないよ。キャンピングカーって絶対襲われるでしょ。ああるある。キャンピングカーって大体そうだよ。そうです。あれに乗ってなんかゾンビから逃げるやつとか、大体入ってくるよ。大体あの、ジェイソンが入ってくるよ、もう俺そのイメージしかないけど、キャンピングカーで寝てられないな。まあまあ、そんなにゾンビ映画になぞらえて怖いって言うてるお前のその奴隷の狭さ。お前映画でどんだけ影響受けてんねん話。いや、夏だしさ、怖い、ちょっと怪談話っぽくして。怖いよキャンピングカーなんて。俺寝れないな。寝れないよ。いやいやいや、寝れますよ。いや、まあまあ多分全然寝れると思うねん。僕一回だけなんか入ったことあるんですよ、泊まりじゃなくて。その楽屋がキャンピングカーっていうのが一回あって、あ、これはこれでありやなと思うんやけど、ただ毎回旅行でキャンピングカーはなんか何とも言われへんな。ホテルとかええよ。まあまあまあいいですけど、やっぱキャンプはキャンプの良さがありますよ。いや、まあね、でもテレビとかもちゃんとついてるし、普通に。うん、いや、ホテルもついてるし、別に。いや、違います。キャンプだとなんかそういうのないイメージじゃないですか。テントだと、やっぱりね、みんなで。キャンプにテレビはいらないよ。うん、そうね。その、せっかくキャンプ行ったのにテレビ見てたら。いや、だから快適じゃないですか、別にその。あ、キャンピングカーは。あー、そうか。別にいつも見てるわけじゃないですよ、それ。だから間みたいな感じでしょ、多分テントと。怒るな。テントと、その、なんかホテルの中間にある。うん、そうですね。ものだよね、きっとね。ね、良さが分かってない、本当に。いや、でも、分かんない。全然分かんない。いや、だから、なんやろ、その、値段にもよるけど、その、レンタカーにキャンピングカーがあったら、なんか一回、やってみてもいいかなと思うけど、毎回だってホテルの方がええで。絶対。まあそりゃそうですよ。ホテル入った時に、平机の上に地元の有名なお菓子を置いてたのを見つけた時の感動とか覚えたことないでしょ。あのささやかな感動を感じてほしいわ。駅で一回見たやつ、ああこれ食いたかったんだみたいなね。でそのホテルの土産物売り場行って、おお、買わそうとしてるだけやんけって思ったから。ある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 。そうね、そうか。まあでもいいね、個性的だね。ちょっと今度乗してよ。やだやだ早い、やだが早いわ。やだが早い。やださんもびっくりだよ。え？
矢田さん、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 矢田明子さん、はい、まあね、あのでもね、この時期、え、旅行とか行ったお盆？行かないです。僕は何してた？僕は洗濯。いやだ、もう洗濯、いやもうなんか本当バッサリえらいすぐ乾くなと思って、おもうすぐなんかカピカピになって、いやもうバッサリすぐ乾くからいいなと思って、うんうん、でもあのでも俺思うんだけど、バッサリやっぱ一回使ったぐらいで洗濯物出すやつは俺嫌だな。まあいろいろそれはね、なんか議論されるけどな。絶対性格悪いでしょ。一回なんでそんなこと言えんの。いや絶対悪いって。なんでそういうこと言うんですか。うん、え？だっていや悪いに決まってるよ。悪ないでしょ。俺もだってそうやって捨てられたことあるもんだって。どういうことやね。一回使った。まずそっち話聞かせや。うん、何やねんその話。いやもう若い男はかき回すだけねって言われて。洗濯だけにね。うん、そんな人いるんですね。そんいるよ。それあれやんけ。だってずいぶん年の離れた人やろ。うんうん、そうそう、でお前別にサラピンちゃうやろそん時。サラピンって。いやこれなんか洗いたてさも新品みたいな感じで言ってるけど、お前なんか使い古されてなんかもうボロ雑巾みたいに似合うんけど。ちょっとなんだそれ、ボロ雑巾って。ボロ雑巾ってバクの歌それ。いや知らんけど。雑巾その何昭和のやり方し過ぎやろ。もうバク知ってるけど。俺何ボロ雑巾って。俺めちゃくちゃ何言ってんの。さもピュアでなんか真っ白みたいな言い方してたけども、ワシントンホテルのシーツだよ俺。お前泊まったことあるワシントンホテルで。別にそんなもんラブホでもそこそこ白いわそんなもん。シーツなんてカピカピのシーツと変わんない、まあ、俺と一緒。そうだからそうですよ。、うん、だからいやもうだって だって最低3回は使うでしょ。バスタル、まあうちも1回では洗わないですね。だからもう1回使ったら、うん、だってそう、もう俺1回使ったらだってもう情が湧くもんね。タオルに、うん、タオルに情が湧くの、うん、また使ったら今度いつ乾くのって思う。あそう、うん、で2回も使ったらもう俺情が愛に変わるから。うん、知ってる、一人暮らし長いとこういう感じを芽生え出すことし。怖いですね。これで3回も使ったら、うん、犬の耳の匂いしてくるから。いや犬の耳匂ったことないから、もういや実家で、いやだからシーズ飼ってたんですよ、うん、それの耳の匂いしてくるから、もう懐かしくて話したくなる。それがあんまりいい匂いじゃないですよね。何が自分の獣臭なんじゃんそれ。違う自分の耳の匂いが犬の耳の匂いみたいになってんじゃん。やっぱ違うよ、違うの。自分のそう愛してた犬の耳の匂いをちゃんとそういう風になってるんだと思う。お前何を言うとんねんさっきから。やばいですね。やばいって何。みんな犬の、だって自分犬飼ってるだろ。いやその話じゃなくて。え、和光とか書きます。いや戻りに。タオル3回使うんですか。え、3回使うの変。3回、まあ、どれやっぱ出た。いや1回だな。うち、一回か。どれ。それ大変じゃん。そうですか。タオル乾き悪いしさ。うん、え、乾き悪いですか。え、だタオルいっぱいあるから。うん、いっぱいあんの。バスはそんないっぱいあんの。バスタオル、うん、結構。だってそれ言うとうちの方が絶対タオル多いと思う。でしょうね。子供。なんでですか。いっぱいあんの。俺にくれよ。やらん。さっきからやらん。なんで欲しがんねん。なんで断んねん。早いんだよさっきから。なんだ。否定するために来たのか今日。なんでも。もうそう準備してたの。だってさ、風呂は入って、綺麗に洗った体の水気を取るのに。そう、それ結構皆さん言いますよね。そうや、うん、でもだって、ちゃんと、だって水ですよ。水や。それを洗わないんですか。水やから。洗った体洗ったけどやっぱりそのつくじゃないですかいろいろ。え、そ体の洗い方が悪いん違う。え、違います。え、別にそれで汚れて汚くなるってわけじゃないですけど、うん、目には見えないですけど嫌じゃないですか。目に見えへんねやったら気にすなって話で終わんねんけど、うん、え、匂いとかしません。おい、ちょっと待って、俺たちそんな匂いのつきつい人間っていうわけにはいかないぜ。だからシーズーの犬の匂いしてくるんだよ使ってる。だからそういうことダメなんだ。意見が分かれたところで。だからそれがいいんだよ。それがいいんだよ。懐かしくて。あ、そう。そう。懐かしい。まあ状況にもよるけどな。それまあなんか。
だからうちとかはほら子供もいっぱいおるから、うん、風呂入って例えば子供わーって拭いてそのタオルで自分も拭いてとかするんですよ、うんうん、流れでね、うん、でほらそうなると必然で、まあ、濡れるじゃないですか、うん、であまりにもビチャビチャになったらもう洗濯入れたりとかはする。だからそれ1回と言っていいのかそれが3回と言っていいのか分からへんけど、まあ、1日で入れちゃうことはあるんですけど、うん、ただ結構ビショビショになりますよね。まあ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 そうね、もちろん物によるね、物によるね、物による、どこで、うん、バスタオルの話、今治のバスタオルだとまた違うよね。ええやつな、ええやつな、贈答でよう重宝するやつや。物によるよ、物によるのかい、うん、そうか、物による言われたらそれはちょっと違うかもしれない。うん、どの部分もうあまりにも疑問がいっぱいあるからやっぱり否定さ、どこ否定してもわからないけどあーそうか、いやまあまあな、でもいいんちゃう好みで、うん、うん、そういう人もおって、でもうちもう一回は絶対干して使う ね、うん、干して使うけどね、あれもないよそんなに、ね、痛むよ、すげえのメールいっぱい来るな、うん、え、おおすごい、どうしたんですか、じゃあ読むのやめましょうこれなんですか、せっかく送ってくれたのに、まあ、もう10時半ですから、まあ、そうやな、そもそもほらやばいやばい、あれなんですよね、来たメール全部読む番組ってどうやねんっていう話もありますからね、あ確かに、あ普通の番組だと読まれへん人が多いからね、そうですよね、まあでも読むんですけどね、はい、来週も聞いてもらいたいのでね、はい、もちろんそうですね、まあじゃあとりあえずメールは後でちょっと紹介するとして、はい、全部読んでるね、そっちの、こっちは読んであります、はいはい、1週間の出来事ちょっと振り返っていきましょうか、はい、ということですね、お願いします、はい、じゃあバンバンいきます、はい、8月12日金曜日、リオ五輪卓球男子シングルス、水谷隼27歳が卓球日本男子初の銅メダル、同じく12日金曜日、四国電力愛媛の伊方原発3号機を再稼働、そして8月14日日曜日、スマップ今年の12月31日をもって解散することを発表、8月16日火曜日、北海道でマダニに噛まれた40代の男性、ダニ媒介農園で死亡、同じく16日火曜日、群馬サファリパークでクマに襲われた女性従業員が死亡、8月17日水曜日、台風7号関東に急接近、そして本日8月18日木曜日、リオ五輪レスリング女子48キロ級遠坂絵里22歳、69キロ級道場21歳、そして58キロ級伊調香織32歳は女子史上初の4連覇となる金メダル、うん、以上です。朝ね、金メダルラッシュで3人が立て続けに取るという、うん、ね、皆さん逆転ですもんね、ね、特に伊調さんなんか本当ギリギリの逆転やったみたいで、ね、最後4秒ですよ、すごいです、興味なさそうですね、相変わらず ね、いやそんなことないですよ、 うん、でもレスリングよく見ててわかんないんだよね、まあね、ひっくり返したりとかっていうような感じでしょ、うん、どっちが勝ったのか、うん、まあ確かにね、ポイント制もね、これ猫ゴロゴロしてるいやそんなのんびりした競技違うけど、ゴロゴロしてるよあれ、わかんないよね、どっちが勝ったのか、力づくのゴロゴロですね、うん、そうな、あんなのんびりできへんゴロゴロないけどな、そうね、まあオリンピックでいうとボルト金メダル取ったりとか、うん、あと、ちょっとなんか賛否あんのが水谷隼選手、卓球の賛否、うん、あのガッツポーズが、あー勝った時の、そう、張本さんが肩より上上げるもんやない言うて、うん、えらい勝つってあの番組で、うん、サンデーモーニング言い張って、うん、でもどっかの番組で、現役時代の張本さんつって、うん、王さんがホームラン打ってガッツポーズしてる写真やるやってた、もう本当嫌だなこういうのってって思う、まあ張さんもさすがにそれ出されたらどうしようもないなっていう、うんうんうん、ジャンプして思いっきりガッツポーズやってましたもんね、それはちょっと説得力ないですね、ないよね、うん、まあまあとかね、別にほいでなんか武井壮さんとかが、うん、なんかいや別にいいんちゃうみたいな、何人かそういうことを言い出したりとか、うん、梅沢富美男さんやったからもうガッツポーズ別にすりゃいいよ、うん、まあ俺も別にそこはそう思いますけどね、なるほど、だって衝動的なもんや、うん、なんね、うん、別にだって相手に対してさ、その夏の中指立てるとかってさ、うん、それはあかんと思うけど、うん、そういうことやないからな、うん、何がいけないのか分かんない、いや、うるさい年寄りがいていいんですよ、まあね、で、まあ、あとほら、うん、な
なんか張本さんってもうなんかそのなんつーの、うん、パブリックイメージにちょっと縛られ気味なとこもあるやん、うん、もうそういうこと言わなあかんみたいな、うん、だからそのね川崎宗則に対してもなんか結構ボロクソ言うたりとか、うん、で二刀流の大谷選手にも二刀流なんかあかんって言うたりとかするお目付け役的なとこを果たさないみたいなね、うん、あとツイッターやったらいいのにね、張本さん炎上するよね。いや毎回な毎回やればいいのにね、うん、うん、そう、はい、うん、まあつう感じですけどね、うんうん、あとはもうとにかくオリンピックばっかり で、うん、でその中でスマップさんのね、うん、解散ですけどもですね、なんか、うん、どうぞ。いや、え、うん、だから俺、うん、これいつでしたっけ、初め金曜の夜、うん、だけど明けて、だから土曜日の早朝みたいな時間、うん、だから俺1月から1月でしたよね、で、まあ、一番謝ったの、はいはい、うん、俺その時から言って、だからみんなが騒ぐからまたやんなきゃいけないって、うん、やっぱ絶対そ言ったの、俺だからその通りだった、うん、もうかわいそう、これもうなんでファンの人もさなんか応援して復活させたいみたいな、あの海老蔵とか言ってるでしょ、うん、また、うん、よく言えるねって思うよね、うん、なんでそんなに苦しめるんだろうって俺思う、お母さんさせて、うん、だからもう今年の最初から俺はずっと思ってましたよ、ね、うん、なんでそんな無理やりやらそうとするんだろう、うん、みんな、わかんない、ね、結局、うん、ほら、まあ世の中のために的なところより前に自分のためであるわけじゃないですか、うん、みんなそれぞれですけど、うん、でやっててハッピーじゃないんやからもう解散でええんちゃうっていうのは、うん、俺もそう思いますわ、うんうん、まあでもファンとしてはやっぱり解散してほしくない、その5人の姿を見てたいっていう方が多いからじゃないですか、うん、そうね、うん、見てたいけどこんな苦しんでまでやってんのを見たいって思うんだって俺は不思議でしょうがなくて、うん、もっとほらこっちはさギャラリーはさ勝手にもっと仲良くまた元通りに5人でって思うんですよ、うんうん、でもそれは叶わないんですよきっとね、うん、あの感じでもういろいろありますよ、中井さんと木村さんがとか言うてますけど、それ知りませんよ実際は、ただもうもしそういういざこざがあったとしたら、うん、もうねやっぱ戻せないところまで行ってんじゃない、ね、だからこうなるわけじゃないですか、だって何が大変ってほら番組がね大変になったりとか、うん、ことの重大さを分かってはるのはやっぱご本人たちだろうし、うん、だから頑張ってきたんですよねきっとね、うん、ここまでね、うんうん、まあね、うん、なんかね僕今水曜日レギュラーで出させてもらってる番組の、うん、チーフディレクターが、はい、ステーションのディレクターもやってるんですよ。でちょうどその香取さんが要は発表直前に生でスマステーションに、もうどえらい重い空気やったみたいですよ。なんとなくほらもう雰囲気でわかるじゃないですか。まあ、でもそうですよ、ね、すやっぱすごいなと思うのは、うん、そんな雰囲気でそうちゃうかという空気はなんか察してたらしいんですけど、うん、ただ正式な情報としては、うん、スマステーションのスタッフに現場レベルにすら降りてこなかったらしいんですよ、うん、ですかそこまで情報はちゃんとこうなんですか観光例もしっかり敷かれてて、うん、だからテレ朝の上層部はさすがにそれは知ってるかもしれませんけど、うん、僕ら現場レベルですら知らないっていうぐらいすごい情報をしっかり発表前はみたいな、うん、っていう話はしてましたね、それだけやっぱ大変なことなんですよね、喧嘩してないのかね、わからん、もっとね喧嘩すればいいのにしてないんだよ、いい喧嘩を、いやそんなん言われても俺も何とも言われへんわ、俺悪い喧嘩してるしな俺俺の場合に関して言うと、もう本当に視聴者の前で悪い喧嘩して解散してるから、ね、見たことありますテレビで、うん、あ本当にそれ一番見られた、うん、私見てました、本当に見てましたよ、あの後は飲んだね塩田君あの番組の後飲んだよ本当に、そうね、でやっぱほら人をハッピーにする仕事じゃないですか、うん、我々はどういうスタンスであれ、うん、でやっぱ 見たくないし知りたくないですよね、うん、やっぱね、うん、でもこれ俺も本当番組も良くないんで、あのスマスマ、うん、見てないけど、うん、
あのじゃあ言うなよ。見てないな。でも分かる。あのほら料理作るオーダーコーナーあるでしょ。ビストロスナップ、うん、あの形が悪いんだってば。ね、あれがねも違うんだよ。あれゲストに食わせるでしょ、うん、ゲスト呼んで作って、うんうん、違うんだよ。あれメンバー同士に食わせてればこんなことになんなかったよ。キムタクが香取慎吾に飯どうだって作ってあげててれば絶対こんなことになってなかったね。いやそれはそうやな。でしょ。ほんまに絶対だよ。中井くんうまくねーみたいな話になれば、うん、出演で会話も出てくる。そうだし、うん、だからそのねだからキム、うん、香取慎吾の作ったのをキムタクが食ってたら多分、うん、もう、ね、もう怒んない絶対、うんうん、ただ言ってないよ。めっちゃ気持ち悪いけどな。いくらスマップさんといえども気持ち悪いけどなその感じな。うん、そうですか。まあただそうやな。 でももう本当に、うん、まあ塩田のさっき言ったことのなんかこう同じ意味かもしれんけど、うん、やっぱ一回表でああなっちゃうとねますますですよ、うん、本当に。あ、そうですか。と思いますよきっと、うんうん、でそっからね戻すのってねもう周りがそういう目で見るでしょう、うん、で余計話したくても話せないみたいなのもきっとあるでしょうし、まあ、そもそも話したくないっていう状況なのかもしれないしね、うんうんうん、もうなんか、まあ、うん致命的な感じにしちゃったのかなと、うん、まあ、文春がね、すっぱ抜いたんですけど、例のこと、あ、そうでしたか。ですですです、うんうん、そうですよ。まあ、ファンとしてはショックなんでしょうね、きっと、皆さん。いやそりゃそうちゃいます。とても、うん、私もショックですけど、うん、世界に一つだけの花をもう一回なんか見直そうみたいなね。購買のね、うん、いや、別に買わんでいいけどなと思うけどな。、うん、ランキングすごい上がったみたいですね。上がったりとかね、いやなんかね、うん、なんよね、チャゲアスのアスカさんの時もな、チャゲアスの歌急にわーって売れたりするやろ。なんやろな、売れるんだいちいちね、まあ、もう買われへんと思うんかな。いやー、なんですかね。まあでもちょっとでもそのスマップ再結成みたいな感じになってくれればっていう思いがあるんじゃないですか。 ある種なんでしょう、投書というか、うん、もう署名活動みたいな感じなのかね。まあでもどうすんだよね、うん、これ12月31日までって言うてはるでしょ、うん、ってことは紅白は出るってこと。あ、でもなんかジャニーズ事務所出ないって言ってるみたいですね。いや出ん方がええよ絶対、うん、そう見たなくない。俺絶対見たないわ、うんうん、いや真面目な話やけど見たい。はい、うん、どうしてって。なんでもう見たないわ。っていうかまず本人たちハッピーにできへんでしょ。うん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 、でもやっぱ最後ぐらいみんなのなんかお客さんの前に立ってほしいなって気持ちはありますよね。いやいやいや無理。いや無理やと思うわ、うん、そうですか、うんうん、俺も二度と立ちたないな思うたら。自分のことと比べてレベルはもう運転の差やけど、もう一生二度と立ちたないなぐらい思ったよほんま。だってあの普通の解散じゃないですもんね、こう喧嘩別れだから。どっちの話？どっちの話？どっちも。いや失礼やけどな、スマップさんにそういう自分らに置き換えるのはもう。でもだって知らずの極みやけど、ね。喧嘩別れでなのに、うん、もう今分かってんのにそれが今日が最後ですっつってそれ見せれないでしょう。だって最後。なと思うよ。ね、うんうんうん。喧嘩別れで別れるんで。それだから漫才できない。それなに解散するって言うてしもとるやん。うん、言うてなかったら出てもええと思うねんけど、うん、まだギリ、うんうん、言うとるからもう終わり見え、まあでも俺はやったあかん気するけどな。だってベストなパフォーマンスやないでしょう、うんうん、まあまあそうですね、うん、あとなんかどっかテレビ局とかドッキリ仕掛ければいいのよね本人たちに。どういう、うんうん、どういう2人なんかこう、え、なんでお前いんのみたいな、こうお風呂にみんな入ってみんなで風呂入らせたらいいじゃない。それちゃう意味で視聴率取れそうやな。なんかもう、てかなんだろうね、うん、これもう真似だ、事務所が悪いんだし、なんか育てられてないんだよ、まあまあ、うん、でもちょっとほんと大人げないよね。なんでこんな40くらいの大人がねえ、うん、20くらいだったら分かるけど、うん、40くらいの大人がね、なんでそんなこと言うねん。でも40言うに超えてたわ、そんなもん。そんな喧嘩もう仲悪かったら
飲み行こうよって言って、もういいよ、何でも話せよって年上が言うべきじゃんか。それをやってないんだよね、こういう。お前漫才コンビ2回解散させてるくせに何を言うと。俺はそれやりましたよ。でも解散してるじゃないか。だからあっちはもう嫌になって、いや、だからちゃんと話させて。だから飲んだって意味なかったって言うんだよ、それは。いやだからそれは話させたけど、いや違う違う、話させたけど別に、うん、ちゃんと言い分言わせてですよ、ちゃんと。まあな、話させないとダメだよ。そうね、難しい。まあなんかね、今日いっぱいなんかメールいただいてて、来てます。俺から読んじゃうね。どうぞどうぞ。はい、 S さん、はい、スマップを28年見てると裏があるとしか思えないっていう、まあいろんな政治的な部分もあるんでしょうね。あと、うん、メンバーがゲストのビストロも放送されてますっていうことです。まあだからその、ね、そうですね、確かにそういうのもあったんだ、うん、ただまあ、うん、ほらこのポイントでっていうところが大事なわけでしょ、うんね、そうそうそう、うん、確かにあったわ、一人一人ゲストでっていうの、うん、そうですね。まああと、この方下の名前でいいかな、まさみさんです。はい、解散驚きました、うん、週刊文春によれば15年前のキムタクの結婚の時にグループには亀裂が入ってたようですけど、うん、それが事実ならよく15年もあのように仲良さげにやってこれたと思います。今後キムタク以外の4人がどのように活動していくのか注目しています。キムタクさんは興味ないのかしら ね、 ね、逆に ね、 ね、興味持ってくださいよ。そうです、ね。ちなみに今朝は、名古屋も豪雨でズボンがびしょびしょになりましたということで、全国的な感じですね。はい、ということで、まあまあちょっとスマップさんに関する話題が結構多いですけどね。今週スマップとオリンピックばっかり、ブラジルばっかりだよ。ブラジルね、まあ、リオ五輪ね、うん、でももうオリンピックやっと終わるんでしょ。やっと終わるって、まだまだ、もう明日、そうだ、日曜日でマラソン、男子マラソンがあって、で、終わりっていう感じでしょ。だいたいその後に閉会式やって終わるっていう。そうですね、小池さんもだから閉会式に向けて行きましたよね。ね、なんかまだでっけあの麻生さんみたいな帽子かぶって飛行機乗ってましたよ。あ、また、うん、なんかでっけえやつかぶって、うんうんうん、あ、そういうやつじゃん。もっとでっかい、こんな俺みたいな小物ちゃうの、もっちでっかいやつ。あ、ほんとに、ね、邪魔でしょうがないね。森泉みたいな帽子かぶって言ってましたよ。森泉、あれね、うん、タップある女の子でしょ。そうね、うん、まあまあという感じでございまして、はい、まあ、今週1週間の話題といっても、もうオリンピックと、はい、まあ、あとスマップさんと、はい、いう感じでしたけどもね、お届けしました、はい。お便り結構いただいてるのでまとめて駆け足で紹介します。はい、ニックネーム丸丸さん、はい、はい、この前伊藤みのりの生誕オフ会行ってきました、はい、好きですね、みのり、相変わらずみのりのトークがうまかったです、うん、木曽さん中師匠のおかげですよ、僕のおかげじゃないですけど、木曽さんとのトークみたいなと思いましたと。あとやっぱりピンキッシュの曲番組エンディングに採用してほしいですねと、あ、なんか社長に思ってくるの忘れた。あれかけていいっておっしゃってた。はい、この間もらったんですし。本当、あ、ごめんなさい。あの青いちゃんの職務不履行というか。すみません。再来週持ってきます。ありがとうございます、マグマさん。昭和の会は大賛成。私は昭和世代だから。デニコさんです、うん、こんな金メダルは嫌だ、金メダル四角い嫌だね、嫌ですね痛いね、かじるとき刺さるもんね、はい、あとプリンスさん、ね、こんな金メダルは嫌だ、反則勝ちしてもらった黒い金メダル、もはや金ではないですね、この金メダルになってる、ね、黒い金メダル、はい、あと別件になりますが、木曽さんはあの前にやってるアイドルの番組にメール出してるのにボツになります私出入り禁止ですかねメールっていういや、それはむしろこの番組じゃなくてその前の番組に問い合わせた方がいいんちゃいますかね。おー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 、ただ番組以上ふさわしくない内容のメールを送ってらっしゃるんじゃないですか、武士の胸に手を挙げていただき、多分悪口書いてる、なんか書いてるんじゃないですか、うん、それはダメですね、はい。デニコさん、葵ちゃんの考えは平成生まれのうちの娘と一緒です。あら、洗濯する私は大変ですっていう、タオル1回で洗うっていうやつ。ああ、なるほど、でも私洗濯してるから大丈夫です。あ、そうか、してんだ、してます、えらいえらい、うん、はい、バスタオル3回ぐらい使っちゃう、身内からはやめろと言われてます、 S さんという感じです。やめろって言われて、まず駆け足でお届けしましたが、さあお知らせですけども、葵ちゃんからじゃあ、はい、今週末のね、そうですね、はい、お知らせを。あさって8月の20日はですね、私ピンキッシュというグループで3月まで活動してたんですけど、うん、その活動休止になりましたが、一夜限りの復活ライブということで、加須市の大戸根商工夏祭りというお祭りでライブをやらさせていただきます、うん、はい、ので皆さんぜひ
いらっしゃってください。司会には木曽さんもはい、私が、はい、はい、総合マスターオブセレモニー務めさせていただいております。はい、おという感じでございます。行かなきゃ、ぜひ、はい、あと、僕は時とあみちゃんとのオフ会かな、これはね、うん、が、最終の月曜日にありますんで、まだチケットがもうちょい残ってるかなという感じですね。しゅうとくん、何かありますか？肌着買いに行こうかなと思って。肌着を、はい、いってらっしゃい。 T シャツ、あ、そうですか。この間だから着古して破れた。あんまないんで、GU で、ね、安いんですよ。あ、GU 安い。900円で4枚入ってるのある。九百、一枚200いくらで買えるんですか。はい、はい、もうそうだね。高いからでも安いので包んでみようかなと。あの、トラヤの洋館をわらばんしで包むような。なるほど。もうあの、時間的にも突っ込む時間がないので割愛させていただきますけども、なんか珍しい生き物を見るような目で見てましたが、はい、いやでも変ですね、やっぱり変ですねって、なんだよ、キャンピングカー乗せろよ早く。また来週お会いしましょう。さよなら。来週はセクシーの晴れたらセクシーの